はい、こんにちは。これがですね、フェラーリの 250LN ですね。これはワーク資材が全焼した65年、ロマン24時間で総合優勝したのは、NART チームから参戦したマスティン・グレゴリー・ヨークセン、イントビクの 250LN で、エンジンはフロントではなくミッドシュープとされ、プロトタイプクラスでの、参戦となった、車です。これがフェラーリの、65年ルマンで総合優勝した LN というものでございますね。まあ、なかなか、このミニカーとしてはホットウィール、に、なりますけども、なかなかこういうね形としても、まあ、非常に素晴らしい、車に仕上がっているのではないかなというふうに思いますね。これもこう今となっては貴重な、車種で、いいなというふうに思うね、車の中の一台であるかなというふうに思います。なかなかこういった車もね、いいんじゃないかなというふうに感じて、60年代のね、車ではありますけども、まあなかなかいいです。ミニカーとしてはもっと新しいです。ミニカーとしては2008年か2000、もっと古いかな、2002、3年頃かも分かりませんけども、まあなかなかいいなというふうな思うね、ミニカーでございます。どうもありがとう。